Peter Barragan's Music Film Festival。 ビリーというのはビリーホリデーに関するドキュメンタリーです。日本では初公開となります。まあ僕にしてみれば史上最高のジャズボーカリストビリー・ホリデーに関するとても面白い、またねちょっと変わったきっかけでできたドキュメンタリーですけど、ビリー・ホリデーの実際に歌ってる映像はそれほど多くはないけれどこんなにあったのかと逆に思うぐらい、とてもいいシーンが見つかっています。ジャズあるいは女性ボーカルあるいはビリー・ホリデー自身に興味を持っている人をぜひ見逃さないようにしてください。日本では水俣という写真で有名なユージーン・スミス、写真家に関するドキュメンタリーです。彼が1950年代の後半から60年代の前半にかけて、ニューヨークのロフトに住んでいましたが、なんといろんなところに、マイクロフォンを仕掛けてオープンリールのテープレコーダーをほとんど回しっぱなしにして毎日そのロフトに出入りしていたジャズミュージシャンたちの音を撮っていました。ちょっと変わり種の写真家なんですけど、彼の素晴らしい写真とその他では聞けないような音の素材がいっぱい入っている極めて面白いドキュメンタリーです。ぜひぜひ、これも初公開ですけどぜひご覧ください。エイミー・ワインハウスも亡くなって今年で10年になります。ちょっと信じがたい。2000年代の女性歌手の中でユニークな存在です。彼女はヒップホップの要素もありジャズやソウルの要素もありとてもエモーショナルな歌い方をする人なんですけど、まあドラッグとアルコールの大変な問題を抱えていて27歳で亡くなりました。その彼女の素晴らしさがとてもよくわかるドキュメンタリーです。古典的なコンサート映画真夏の夜のジャズ、1958年のニューポートジャズフェスティバルの姿を撮ったドキュメンタリー、ドキュメンタリーというかもう本当にコンサート映画ですね。映像もかっこいいです。バート・スターンというファッション写真家が撮った映像なんですけれど、その画面の美しさにも酔ってしまうぐらい美しい映画です。またねジャズがちょうどいろいろと変遷する時期でもあったのでニューオーリンズスタイルの古いジャズもあればフリージャズに近いようなものもありゴスペルもありロックンロールもあり本当に多彩なコンサート映画です。ここ数年で公開された音楽系のドキュメンタリーでランブルは秀逸ではないかな。ネイティブアメリカンのミュージシャンたちの活動に特化した内容なんですけれど、ネイティブアメリカンといってもアメリカのポピュラー音楽の全てのジャンルを網羅しています。ブルーズありジャズありファンクありロックあり、おそらく映画を見る人はね知ってるミュージシャンもいれば全く知らないミュージシャンもいるかもしれませんけれど、そのそれぞれの活動がいかにネイティブアメリカンの文化を本人が意識してるかどうかもわからないけれどその文化を象徴していることが全部に共通しています。またそのネイティブアメリカンの人たちが歴史的にどれだけひどい迫害にあったかという歴史の描写もあり、いろいろな意味でもう必見の映画ですね。ロックとかソウルとかそういうアメリカのポピュラー音楽の中でだいたい60年代からになりますけど、アフリカンアメリカンの女性たちがバックボーカルを務めている場合が無数にあります。でそのバックボーカルに徹している人たちでも実はその歌の才能が
ものすごくあって、彼女たちの貢献に焦点を合わせた面白いドキュメンタリーです。なぜ歌があれだけ素晴らしいのにバックボーカルから実際にフィーチャーされる場面になる、なった時に売れないのか、その辺のことも含めてね、非常に深いところをついている映画です。1970年代にサルサが世界に知れ渡るようになった時代に、そのサルサの一番中心となっているレコード会社に所属していたミュージシャンでファニア・オールスターズという人たちがいました。そのファニア・オールスターズがニューヨークのスパニッシュ・ハーレムの会場で行ったコンサートがこの映画の半分になってて、あとはそのスパニッシュ・ハーレムに住む人たちの日常生活を描いた場面も たくさんあるんですけれど、まあ、画像は16ミリで撮ったものですから画像は今一つちょっと荒いんですけれど、音楽のパワーがものすごくある。だからぜひこれをね、今は映画館で見る機会はほとんどないので、今回2回しか上映できないんですけれど、ぜひ見逃さないようにしてください。傑作です。3年ぐらい前だったかな、沖縄で行われた東南アジア映画祭で、見た作品ですけれど、5000年ぐらい前に台湾から海に出たとされている人たちが太平洋のいろんな島々にどん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 渡っていって、そこで音楽文化がこうつながっていくような話なんですけれど、それを映像で見せるっていう、ドキュメンタリーというよりも音楽演奏映画のような、とにかく映像が美しくて、おそらく圧倒的に多くの人が聞いたことがない、こんな楽器を見たこともないというようなものも次々と出てくるものです。これはね、映像体験といった方がいいかもしれません。心が洗われたような、そういう気持ちで映画館を出ると思います。スケッチオブマーク、これ10年ぐらい前に作られた素朴なドキュメンタリーですけど、沖縄の宮古島で古くからある、まあ、いわゆる古謡、古い民謡を歌うおばあさんたちに着目した映画です。宮古の独特の言葉で歌ってるし、ほとんど今その言葉を話せる人がいなくなってますけれど、この文化がもう少しで完全に失われてしまう可能性があります。そういう意味でもよくこのタイミングで記録したものだと思います。見たらねちょっと感動すると思いますね。これはグリーンランドというところの音楽を聴く機会はめったにないと思います。グリーンランドでさえ、まあ、あそこは長いことデンマークの、植民地になっていたんですけれど、デンマーク語以外は学校で教えてなかったんですね。で70年代にイヌイットの先住民の人たちが中心となったスミっていうグループで初めてグリーンランドの現地の言葉でロックを歌ったという、そういうレコードを出した。このスミというグループのあまり長くは続かなかったキャリアを、取り扱った、ドキュメンタリーです。彼らの活動によってグリーンランドの人たちは自治権を主張するようになる、その辺の歴史的な流れも収められています。なかなかの面白いドキュメンタリー映画です。これは僕が日本に来た直後ぐらいに、ロンドンで行われていた運動がありました。ロックアゲインストレイシズム、
70年代の後半にネオナチの団体がかなり幅を利かせている時期がありましたね。で、何人かの個人の若者たちが一緒になってこのレイシズムに反対する運動というかね、ムーブメントを起こしてましたけれど、彼らが企画したコンサートが開催されるまでの、いろんな、手作りのコンサートだったんだけれど、本当にこれができるのかできないのか分かんないようなハラハラするようなシーンもあるんですけど、そのコンサートに出るのは、クラッシュだったりスティールパルスだったりシャム69だったりパンクとレゲエの、当時のイギリスを代表するような、音楽のまた代表的なバンドが出てくるので、当時の音楽の好きな人はもうたまらない映画だと思います。マイジェネレーションといえばもちろんザ・フーの大ヒット曲のタイトルです。65年の曲ですけど、だいたいその頃のいわゆるスウィンギングロンドンと呼ばれていた60年代半ばのロンドンの若者たちの文化に関する映画です。で、その撮り方っていうかその観点がね、他の映画とちょっと違ってるところがあって、これは要するに労働者階級の若者たちがイギリスの歴史で初めて主役になったというところなんですね。これは僕自身もまさにその時期のロンドンを体験していたんですけど、そのことに子供だったから、気づいてなかったんです。マイケル・ケインという当時すごくかっこよかった、俳優が案内役になっていて、彼もまさしく労働者階級の出身なんですけれど、彼がなぜ映画の主役を取れたかとか、そういうねすごく面白い話をします。またサウンドトラックがもうご機嫌で、当時のねかっこいい曲ばかりが、登場するんですけど、どの曲もねその映画で映画の題材になっていることのに対するコメントのような使われ方をしています。ぜひこの映画はね1回じゃもったいない、3回4回ぐらいは見た方がいい。ローザンソウルというのは主に70年代にイングランドの北部で流行った音楽です。早い話 BQ ソウルのレコードをかけたダンスパーティーが毎週末行われていて、結構遅い時間から朝まで若者たちが踊り狂うという、話にも聞いていたけれどなかなかその実態がつかめてなくて、この映画を見て僕は初めてこういうことだったのかと思ったんです。これはドキュメンタリーではなく劇映画です。一種の青春映画なんですけれど、イングランドに興味のある方、あるいはそのソウルミュージックの世界に興味のある方はぜひ見てほしい、とても面白い映画です。今の時代を代表するサックス奏者の一人にカマシー・ワシントンという人がいます。ロサンゼルスのミュージシャンなんですけど、完全にヒップホップの世代です。でも彼はいわゆるスピリチュアルジャズの代表的な人としてよく語られます。その彼が、ミシェル・オバマの活動を描いたドキュメンタリーのサウンドトラックを作ったんですけど、そのサウンドトラックの音楽をコロナ禍中の LA のハリウッドボールで、自分のグループプラス LA フィルハーモニックの何人かのメンバーと共に演奏しました。それをとってもきれいに映像を撮った、1時間弱の短い映画なんですけれど、そのカマシー・ワシントンの音楽、このサウンドトラックの音楽はサウンドトラックとして聞くとねほとんど気づかないぐらいの本当に映画音楽として機能はしてるんですけれど、この演奏で見るとねとてもいい、ますます好きになると思います。